こんにちはみなさん。はい、JLPT エントリー。文法読解の問題書を読みましょう。はい、始めましょう。1番。次の文のカッコに入れるのに、最も良いものを、うちに、3、4から、1つ選びなさい。はい、1番。来月から、 東京の本社へ行く学校になったこと、もの、はず分、わけはい、答えは来月から東京の本社へ行くことになったはい、ことになる文法は自分の意思ではない決定や 自然のなりゆきでの決定を表します。の意味は、something has been decided by others. It's been decided that I m going to Tokyo next month. はい。次は、一日中、山のなかを歩いていたら、ご飯が食べられない。何々、つかれた。 はい、よりので、ように、ぐらい。答えは、ごはんが食べられないぐらいつかれた。何ににぐらいの意味は、ある程度を表す。とてもだ。I was so tired that I couldn't eat food. はい、サンバン。 親は子供が可愛いからなになに厳しいことも言うのだはこそまでだけはい答えは可愛いからこそ厳しいことも言うのだこそ shows emphasis 強調を かわいいからこそ厳しいことも言うのだ。4番。父は仕事で外国へ行く。何々お土産を買ってきてくれる。ほどに、曲、ま、がらに、ところに、ま、びに。はい。 答えは、行くたびにお土産を買ってきてくれる。行くと、いつもお土産を買ってきてくれる。旅には、いつも、every time。5番、私は、フランス語がわかると、何々、日常会話ぐらいしかできない。 はい、答えはフランス語がわかると言っても日常会話ぐらいしかできない。何々言ってもの意味は実際は何々から考えられるものと実際が違うことを表現するときに使われます。何々言ってもの意味はけれども

はい、い天気予報何々来週がが悪い日が続くそうだだ天気にによよるると来週はがが悪い日が続くそうだによると なんで聞いたか、または誰から聞いたこと。According to, according to somebody, according to the weather forecast. 来週は、ウ気が悪い日が続くそうだ。はい、8番。小学生の弟は、外で、そぶより、新聞を読む方が好きで、 子供、何々。子供に過ぎない。らしくない。でたまらない。ではいられない。はい、答えは。子供らしくない。子供みたいじゃない。らしいはようですね。何々の性質がないということ。 not like a child.9、はい、番。大変な仕事だが、社長にやれと言われたら、やる何々ない。はい、社長に言われたら、答えは、しか、化け、飲む、抜き。はい、何でしょうかやるしかない。やるしかないの意味は、 他の方法はない。やらなければなりませんという意味です。はい、10番。7時ですよ。早く。何、々なさい。行き。いる。して。起きよう。7時ですよ。早く。はい、答えは。行きなさい。マスけいと。なさい。来てください。 ウェカップという意味です。はい、11番。ちょっと、本屋に行ってくるね。何々コンビニでジュース買ってきてくれないはい、答えは。中心に。 に、ついでに、最中に。ではい、正しい答えは、ついでにコンビニでジュース買ってきてくれないついでには何かを行う機会を利用して他のことも加えて行う。本屋に行っていくでしょそのついでにコンビニでジュースを買ってきます。はい。 Along with one work, you do another work. はい、十二番。本が、おおすぎて、本だなに、何々としたが、入らなかった。はい。答えは、入れる、いるよう、入ろう。入入れたい。 はい、答えは、本が多すぎて、本棚に、入れようとしたが、入れようとしたが、入らなかった。何々、用ようとする、しようとする。しようと意味は、しようと努力している、様子を表す。Try to do something. はい、13番。 子供のためなら私ができることは何でもしてあげたいくださいもらいたい欲しいじゃあ私からすることですね何でもしてはい答えはあげたいですはいじゃあ問題に次の文の 何々に入る最も良いものを1、2、3、4から1つ,1つ選びなさい。はい、これは例ですね。机の上に本があります。机の上に本があります。一番答えは一番本ですね。星,星を ついているところに出る言葉が答えです。はい。解いていきましょう。14番。料,料理の本に何々のに全然美味しくなかった。はい。答えは料理の本に 書いてある通りに、作ったのに、全然おいしくなかった。料理の本に、書いてある通りに、作ったのに、全然おいしくなかった。はい、答えは通りに、書いてある通りに、はい、一番。15番、山田さん。 何々、何々、田中さんはもうすぐ結婚するらしい。はい。順番は何でしょうか答えは、山田さんから聞いたところによる,よると、 Tanaka san kon con sururashi. Yamada san kara kita tokoro ni to. Kita toko. Yamada san kara kita kukoro. Hi, yomban makota. Ni yoroto. From what I heard from Yamada san, Tanaka san is getting married very soon. はい、16番。最近の冷蔵庫は、冷蔵庫は、ことだ。はい、読んでください。新しければという、新しいほど、電気代が安い。最近の冷蔵庫は、はい、答えは、冷蔵庫は、 新しいければ新しいほどでんきだいがやすいということだ新しいければ新しいほどでんきだいがやすいということだ。The more newer the electricity bill will be lesser. ばほどの文法ですね。 はい、答えは4番です。はい、次は17番。祖父は何々、一人で出かけていく。どこ、どこへでも、にも、かかわらず、90歳。はい、祖父は、はい、答えね。祖父は、90歳にも、 カカワラズドコエデモ、ヒトリデデカケテイク。キュージューサイ、ニモ、ね、ニバネ、ニモ。カカワラズドコエデモ、ヒトリデデカケ My grandfather, in spite of being ninety years, he goes anywhere he likes. ヒトリデ、alone he l i k e s h e Ju Hachiban. 早く行かないと、映画が始まっちゃうよ。でも、からバスが来ない。どうしようもない。どうしようもない。はい、早く行かないと、映画が始まっちゃうよ。でも、バスが来ない。からどうしようもない。バスが 来ないから、どうしようもない、しょうがないという意味です。他の方法もない。まだバスが来てないから。はい。次の質問です。問題3。 次の文章を読んで、文章全体の内容を考えて、19から23の中に入る最も良いものを1、うちに3、4から1つ選びなさい。はい、文章を読みましょう。<laughs> 私の会社にはアルバイトの人が3います。私の仕事は、 そのアルバイトの人の面接をすることです。インタビュー。これまでにたくさん面接をしてきたので、これからアルバイトをしよう。面接を受けようと思う人に、いい面接の仕方をアドバイスしましょう。まず、アドバイスをしようと思った から電話で面接の予約をしますね。電話予約は簡単だと思う。何々が面接は電話から始まっていると考える必要があるのです。はい、一番の答えを見てみましょう。 電話予約は簡単だと思う。何々が面接ははい、1番。かもしれません。かもしまれません。としれません。としません。答えは電話予約は簡単だと思う。 何々が面接は電話から始まっていると考える必要があるのですはい答えはかもしれません簡単だと思うかるかもしれませんが you may think that

なくなります。はい。何々、あの、まるまる見たんですけど、面接いつですかと言った場合と、そちらの会社のアルバイトの報告を 拝見しました。何々と申します。面接の係の方をお願いいたします。といった場合、何々印象は随分違います。ですから、簡単に電話をかけないで、ちゃんと練習してから電話を何々しましょう。はい、20番と21番と22番。 の答えを考えましょう。はい、20番の答えは、会社の方も面接した、したくなくなります。何々、あの、 these are the examples of different ways of starting a telephone call that's why the answer is for example for example these are the ways you can start a telephone call with そちらの会社のアルバイトの報告を拝見しました。報告・アドバタイズメントを見ましたということ。何々と申します。面接の係の方をお願いいたします。ですから、例えば。For example, these are the different ways you start a telephone call with. と言った場合、はい、21番。印象は随分違います。 The impression is totally different. と言った場合では印象がずいぶん違います。はい、22番を見てみましょう。ちゃんと練習してから電話を何何しましょう。ちゃんと練習してから電話をはい、するようにしましょう。 電話をかけるようにしましまはい、最後の質問。また、最初の電話でどんな仕事がやりたいのか、場所はどこがいいのか、時間はいつがいいのかなど、簡単な質問をされることもあります。ですから、 きちんと準備をしておいた方がよいのです。You need to prepare for the interview well. それから会社が昼休みになる時間やお店の場合は何々時間に電話をかけるのはやめた方がいいですよ。はい、どんなどの時間に電話をしたらダメですかお店の場合は、はい 忙しくて時間。忙しいの時間。忙しそうな時間。忙しい、忙しいそうな時間。答えは、忙しそうな時間。忙しそうな時間に電話をかけるのはやめたほうがいいですよ。いいですか 忙しいそうな時間。time which appears to be busy time. It appears to be busy. ですから忙し、忙しいそうな時間。はい、一度答えを確認してください。いいですかはい、次は。問題、4。 はい、次の文章を読んで質問に答えなさい。答えは1,2,3,4から、最も,も良いもの一つ選びなさい。はい、これは短い読解ですね。短文です。you have four. はい、番。ここでは上手な写真を、写真の撮り方を解説していきます。誰もが苦労のような 用意写真を撮りたいと思っていることでしょでは、用意写真とは何でしょうかまず、最低限の条件として、被写体にピントが合っていること。写真が光,光すぎたり、暗すぎたりしないこと。 構図が適切であることがあります。でも、それだけでは人を感動させるようないい写真は撮れません。そこがプロの撮れる写真との違いです。大切なことは、まず何よりもテーマを意識すること。すなわち、何を撮りたいのか。 切り刺せるうとですはい、写真の撮り方について説明しています。答えは質問を読んでください。良い写真を撮るために大切なことは何だと言っているかいい構図であること。写真の明るさが適切であること。被写体に適切であること。 ピントが合っていること撮りたいものをはっきり意識することですはい上手な写真の撮り方を解説していきます Explaining how to take good photograph 誰でもプロなような良い写真を撮りたいと思っていることでしょう。良い写真とは良い写真とは何でしょうかまず最低,限 the least 最低限の条件として、被写体にピントが合っていること被写体は、subject of the photograph 写真の撮,撮られる対象、レンスの焦点 f o フォーク o ポイント。

ここでポイントははい、これを読んでください。それだけで人を感動させるようないい写真は撮れません。プロの撮れた写真との違いです。大切なことはまず、これは答えですね。何よりもテーマを意識すること。意識すること。To be aware of the topic, of the, of the picture of what you are going to take. Awareness. テーマを 意識することですから、はい、すなわち、e r words、何を撮りたいのかをはっきりさせること。What、photograph you want to take. それの意識をすることですから、答えは、撮りたいものをはっきり意識することです。大切なことは何だと言っているか、答えは4番です。 取りたいものをはっきり意識することです。はい。2番。これは、e m a i ですね。メールです。昇進さ、センドー、グッパさん。日時、2012年11月26日。宛先さき、と伊藤美咲子さん。 件名はサブジェクトですね。お知らせです。伊藤先生、お久しぶりです。お元気でお過ごしでしょうか ?3 月に大学を卒業後、帰国してから日本の CBA テレビの現地支局での仕事が始まりました。私が CBA テレビのような 大きなテレビ局に就職することができたのも本当に先生のおかげです。仕事は大変なこともありますが、とても充実した毎日を送っています。さて、本日、日本時間は、日本時間6時から私が 企画、制作したニュースが放送されます。お恥ずかしいのですが、ご覧いただけると嬉しいです。皆様にもよろしくお伝えください。ごはい。もう一度読んでください。 現地市局、海外にあって、本国のテレビ局の管理のもとで、その土地での仕事をするところ。はい、英語でブランチオフィスと言いますね。充実したと fulfill いいことがたくさんあって満足な様子。 はい、質問を見てみましょう。このメールの内容について正しいのはどれか。グプタさんは卒業して帰国し、母国のテレビ局に就職した。グプタさんは日本のテレビ局に就職し、母国で 四国を仕事をしていこう。グプタさんは CBA テレビの仕事は大変なのでやめたいと思っていこう。グプタさんは CBA テレビのニュースに記者として出演することになった。はい。グプタさんは今どこにいますかこれを線の引いたところを見てください。帰国してからも国に帰りましたね、グプタさんは。 帰国してから日本の CBA テレビの現地試行。日本のテレビの支局は、ブランチオフィスでの支局での仕事が始まりました。ですから、答えは、グッターさんは、はい、2番ですね。日本のテレビ局に就職し、母国で仕事をして、自分の国で仕事をしている。はい、いいですか はい。次は相手に、3番。相手に自分の言いたいことを分かりやすく伝えるために最も大切なことは何だと思いますか相手の目を見て話すことでしょう,でしょうか誰にでも分か,り分かる優しい言葉で話すことでしょうか 自分の言いたいことを相手にきちんと伝えるには、話し方や表現も大切ですが、まずは伝えたい内容を自分自身が深く理解しておくことです。内容に少しでも不確かなことがあったら、そのままにしないで、 調べたり考えたりする習慣を身につけましょう。はい、この文章では何を説明していますか自分の言いたいことを分かりやすくどのように伝えますかもっとも大切なことは何でしょうかはい、質問は 相手に自分の言いたいことを分かりやすく伝えるために最も大切なことは何と言っている。自分が相手に伝えたい内容をしっかり勉強すること。分かっているかどうか相手をよく見て話すこと。話し方や表現に注意する習慣を身につけること。 あまり難しい言葉を使わないようにすることはい一番最も大切なことは自分の言いたいことを分かりやすく伝えるためにこれを見てくださいまずは 伝えたい内容を自分自身が深く理解しておくこと。相手に何を話すか、何を伝えたいか、それはまず自分自身が深く理解すること。You need to understand it first yourself, content what you want to convey to others. そのままにしないで調べたり考えたり。もし、 If you don't understand anything in it, then do a research on it. 調べたり考えたりするしょうかを身につけましょうはい、ですから答えはこれです。自分が相手に伝えたい内容をしっかり勉強することです。勉強するの意味は調べたり考えたりする はい、イレスカーハイヨンバインターネットや携帯を使って小説や新聞雑誌などを読む人が増えている画面から読むので本の大きさや重さを 気にすることなく、いつでもどこでも読めて、レガルだということで、人気なのだそうだ。私も最近、それをするようにな利用するようになる。今は退職して家にいるので、部屋のパソコンで読むのだが、読むときに、 字を好きな大きさに変え,変えられるのが何より便利だ。今まで紙の本を読むときには自由にならなかったことをかい解決し、より読書を楽楽しめるようになった。すみません。はい はい、もう一度読んでください。はい、質問は、この人が本を読むのにパソコンを利用する一番の理由は何ですかはい、この文章では、はい、本の代わりに、 携帯を使って読みますよねその利益は何ですか What is the advantage of reading in laptop or internet や携帯をのおばえいフォン本を読むのにパソコンの理用するの一番の理由は何ですか退職してから読書をする 時間がたくさんあるから。自分に合った字の大きさを選ぶことができるから。本は大きくて重くて部屋に置く場所がないから。それでもどこで手軽に本を読むことができるから。はい、これを見てください。読む時に自由の大きな字をき好きな大きさに変えられるのが何より便利だ。 これは一番の理由ですね。今まで紙の本を読むときには自由にならなかったことが。どうして本が重くて、大きくて。そうですね。自由にならなかった。今は字の、文字の、文字の大きさを変えることができます。ですから答えは 自分に合った字の大きさを選ぶことができるからはい次は中文ですね問題5次の文章を読んで質問に答えなさい答えは1234から最も良いものを1つ選びなさいはいはい読解の文を読むとき じゃ、い度質問つものんでから、本文を読んでも大丈夫です。どっちでも大丈夫です。本文を読んで、質問を読んでも大丈夫です。最初は質問を読んで、本文を読んでも大丈夫です。じゃ、この読解を最初は質問を読みましょう。友人はどうして、変な顔をしたのか、なかなか。 難しかったとあるか、なぜか、この人の言いたいことはどれか。はい、読みましょう。中国に住んでいた頃、中国人の友人の家に遊びに行ったことがある。その時、こんなことがあった。私がトイレに行きたくなった時、トイレを借りてもいい 喉が渇いたとき、冷蔵庫のお茶をもらってもいいと聞くたびに友人が変な顔をした。そして彼女は私に言った。なぜあなたはいちいちいいですかと聞くの私とあなたは親しい友人なのだから私の家にいてお茶を飲むのも トイレを使うのもいいいに決まっているお茶を飲むのもトイレを使うのもいいに決まっている。だから聞かないで。私はびっくりしてごめんわかっと言った。そうか、私が当たり前だった。だと思っていることが彼女には よそよそしく、よそよそしいの意味は、友達のようではなく、冷たい感じ。cold behavior。彼女にはよそよそしく感じられる。感じられ。不快な。不快なのだと気づいた。不快、unpleasant。それは文化の,違い,の違いなのだろう。それ以来、 私はできるだけ聞かないようにした。しかし、それはなかなか難しかった。聞かないで、友人の家のものを開けたり、使ったりすること自体が私にはどうしても不快に感じられて乗らないキャラだ。はい、この文章に言っているのは、じゃ日本人が 中国に住んでいるとき、中国人の友達の家にどのように過ごしましたかそういうことです。あの何か取るとき、何をもらうとき、いつも許可をもらうと取っていました。でも中国ではもし親しい友人であれば、いちいち許可をもらわなくてもいいです。 はい、そういう意味ですね。はい、見てみましょう。友人。友人はどうして変な顔をしたのか。喉が暴いたからと言って、黙って冷蔵庫を開けたから、何かをするとき、私がいつも、 いいと聞いたからそんなに親しくないのに何度も話しかけて聞いたから自分の家のトイレを行かずに勝手に使ったからどうして友人は変な顔をしましたかはいトイレに行きたくなった時トイレを借りてもいい喉が渇いた時 レイズ、お茶をもらってもいいそ、so, 聞くたびに友人が変な顔をした。答えは、2番ですね。何かをするとき、私がいつもいいときにから。Since she is to ask for permission for every little thing, her friend was surprised. 変な顔をしたの。 はい、次は、なかなか難しかったとあるがなぜか。何がなかなか難しかったはい、これを見てください。なぜあなたはいちいちい,いですかと聞くの私とあなたは親しい友人なのだから、私の家にいてお茶を飲むとき。 飲むのもトイレを使うのもいいに決まっている。だから聞かないで。わかったと言うでもこれですね。私にはどうしても不快に感じられてならないからでだったそ。友達がいちいちを 聞かなくてもいいですと言っても私には難しかった。どうしてですか友人にとっては普通の行動が自分の文化では普通ではないからです。友人がどうして起こったのかが本当は理解できなかったから。自分の文化の価値観の方がやはり正しいと思ったから。 それ以来彼女は冷たい感じになったからです。なかなか難しかったとあるが、なぜか。私が当たり前だと思っていることが彼女にはよそよそしく感じられる。はい。答えは これです。1です。友人にとっては普通の行動が自分の文化では普通ではないからです。ここですね。はい。ですから答えは。友人にとっては普通の行動が自分の文化では普通ではないからです。はい。 この人の言いたいことはどれか不快だと感じることは同じ国の人でも人によって違うものだ人が当たり前だと思うことは文化によって違うものだどうして友人が来たのかどうしてもわからない友人同士の 親しさや付き合い。方はどこの国でも同じだ。はい、もう一度読んでください。答えは でです。人が当たり前だとと思ううことは For some people, few may be でももによって違うもの。日本では何,何かもらうとき、いつも許可、permission をもらうですね。でも中国では、親しい用人だったら。 じゃ許可もらわなくても大丈夫です。その意味ですはい、いいですかはい、2番。日本の家庭では父親は外で仕事をし家事や子育てなど家の中での仕事は

2009年の調査で0歳から6歳までの子供を持つ男性に聞いたところ、家事や子育てをもっとしたいという人は54%もいた。子供が成長する姿をもっと見たいと思う男性が多いようだ。 しかし、そうは言っても、実際には家事や子育てのほとんどは女性がしている。2011年に20歳から39歳までの妻に、夫と妻がそれぞれ家事や子育てにかける時間の比率はどれくらいですかという質問をしたところ、最も多かったのは、妻と夫。 9と1ですね。割合は、the ratio 9 i 1,29%と。あと、スマート夫の割合は、the r 8と2ですね。はい。8 0 s 2 4という回答だ。これでは、女性は安心して働くことができない。男性からは、家事や子育てをしたいと思っても、 会社が忙しくてできないという声も上がっている。男性がもっと家の中での仕事ができるよう、国や会社は,国や会社は考えてほしいものだ。はい、質問を見てみましょう。この文書では、日本では最近どのように考える男性が増えていると言っているか。 この文章では最近の日本の妻についてどう言っているのか。この文章を書いた人が最も言いたいことはどれか。日本の家庭では父親は外で仕事をし、ほとんどの家事は妻がやっていますことが多い。 でも最近はちょっと考え方は違うでしたね。54%の男性は家事や仕事、子育てをもっとしたいという人は男性の中で54%もいた。これを見てください。男性の方でも家事や 子育てをしたいと思う人が増えているそうだ。54%もいた。ですから、この文書では日本では最近どのように考える男性が増えていると言っているか。夫は外で仕事をして、妻は家事や子育てをするのが良い。会社が忙しいので家事や 子育ては妻にしてほしい。妻には家事だけでなく外での仕事もしてほしい。会社の仕事だけでなく家事や子育てもしたい。はい。答えは54%の男性は家事や子育てももっとしたいとい人がいたから答えは会社の仕事だけでなく 家事や子育てもしたい。男性の考え方ですね、一番。はい、12、32番は、この文書では最近の日本の妻についてどう言っているか。外で仕事をしながらほとんどの家事や子育てをしている。外で仕事をしているので、家事や子育てでは半分夫にしてもらう。外で 外での仕事はやめと、家事や子育てを一人でしている。外での仕事をやめるが、家事や子育て,育ては半分夫にしてもらう。最近の日本の妻については、はい、これですね。家事や子育てをほとんどは女性がしている。 ですから答えは一番です。外で仕事をしながらほとんどの家事や子育てをしている。はい。最後の質問。この文章を書いた人が最も書いた言いたいことはマリン。夫が安心して仕事ができるように妻の務める会社は女性の給料を 増やしてほしい妻が妻が安心して子育て子育てができるように夫の勤める会社は男性の給料を増やしてほしいはい給料の話になっていますか本文には本文では給料の話をあまりしていませんねはい3番 夫が安心して仕事ができるように、妻の勤める会社は、女性に子育ての時間を与えてほしい。女性が安心して仕事ができるように、夫の勤める会社は、男性に子育ての時間を与えてほしいです。こちらを見てください。 女性は安心して働くことができないですから男性がもっと家の中で仕事ができるように国や会社を考えてほしいものだ。はい、ここは答えですね。答えは4番です。女性が安心して仕事ができるように夫の勤める会社は男性に 子育ての時間が時間を与えてほしいです。はい。じゃ、問題6。最近はかわいいデザインのおこバッグが多く、ほとんどの女性は一つは持っているだろう。おこバッグが使われるようになったのは、 ある問題が出てきたからだ。それまでスーパーやコンビニでは買ったものをレジで袋に入れ,入れるのが普通だった。買ったものの値段に関係なく客に無料,無料でレジ袋をあげることは店のサービスのことだったのだ。ところが レジ袋は家に帰った後はほとんどがゴミとして捨てて、捨てられる。レジ袋は石油からできているため燃やすと空気を汚して環境を破壊する。そこで何々ということになったの。こうして最近は 確かに、向こうバーグを持っている人は増えている。だが、レジ袋は本当に減っているのだろうか。スーパーやコンビニに行ってみればわかる。コンビニでは、菓子や弁当など、少しのものを買っても、店員はレジ袋に入れてくれる。また、スーパーでも、レジ係の人は、 機械的に逆にレジ袋を渡しているように見える。エコバッグを持っている人にも渡しているのだ。これでは本気でレジ袋を漏らそうとしているとは思えない。レジ係の人は袋はいりますかなどと逆に聞いて、もっとレジ袋を減らすようにしなくてはいけない。 多くの店がそうすれば、客の気持ちはレジ袋をもらうのは特別なことなのだと変わっていくだろう。はい、本文にはレジ袋のこと、レジ袋を減らして、ッ子バッグを使うようにしましょうということを言っていますね、はい。質問を見てみましょう。 あるなもんだいはどんな問題かはいある問題これですね。チーボクの問題は、石キからできているため。燃やすと空気を汚して環境を破壊する destroy the environment、pollution。燃やすと空気を汚す pollute the air。 はい、プラス s t i c bags、the bags which you receive at the shop, counter. レジ袋ブで、レジーブ、レジーで、モラうレジ袋のことです。ですから、ある問題とはどんな問題かレジ袋はデザインがかわいくない。そうです。か。レジ袋は無料であげるのはお金がかかる。はい、問題は何ですかここでは。 レジ袋をあげないとサービスが悪いと言われる。レジ袋はゴミとして燃やすと環境を破壊する。ですから答えは4番です。レジ袋はゴミとして燃やすと環境を破壊する。ここで書いてありますね。燃やすと空気をよす次の質問。2位に入るものはどれか。 これです。そこで何々ということになったのだ。環境問題のために何をすることになりましたかはい、読んでください。答えは1です。レジ袋を減らすためにエコーバッグを使うこと。使う問題の問題の 解決をするために。はい、次は。この人はどんなことがわかると言っているのかはい、見てみましょう。はい。スーパーやコンビニに行ってみればわかる。何がわかるんですか皆さんはレジ袋をもらっていること。 少しのものを買っても、因はレジ袋ブロに入れてくれる。るスーパーでもレジ袋ブロ、レジ係カカリの人も、機械的にメカニカリ、逆に、逆さ様にレジ袋ブロを渡し、渡すこと。イコバゴを持っている人にも渡すこと。ですから答えはこれです。 レジ袋はまだたくさん使われているということです。どうしてレジ係はみんなにレジ袋を渡しているからたくさん人がまだ使っている。はい、最後は。この人の意見として合っているものはどれですかはい、答えは。店が レジ袋を開けないようにすればレジ袋は減る。店が、客が店で買い物するのを減らせばレジ袋は減る。小バグをもっとかわいくすればレジ袋は減る。レジ袋をもらうのは特別な時だけと法律で決めればレジ袋は減る。はい、これを見てください。 これですねここを見てくださいもっとレジ袋を減らすようにしなくてはいけない多くの店がそうすれば客の気持ちはレジ袋をもらうのは特別なことなのだあわっていくだろうですから答えは一番です店がレジ袋をあげないようにすればレジ袋を減る t e don't give the bags プラスティック bags You can reduce はい。じゃ、サイゴのシツモ e ですね、ボンポドカイノ、ナナバンのシツモン、サイゴの後の質問。右のページは、病院に、ニ院する人のため、のレンターの案内である、るギの文章を読んで、下の質問に答えなさい。はい、山田さんは、21歳の男性シ男ランシです。 サッカーの試合で足にケガをして入院しなければならなくなりました。He is admitted to hospital.Yamada-san has got injured and admitted to h o s p i t a l h i c h ると i Yoruto, 入院は9月,9月10日から2週間だそうです。そこで Yamada-san は入院のためにパジャマなど、強なものを借りることにしました。はい、これを見てみましょう。 A セット、B セット、C セット、D セット、E セットがありますね。最初は質問を読みましょう。山田さんは小さいタオルを持っているので、パイジャマーとバースタオルを借りようと思っている。どのセットを選んで申し込む小さいタオ,ルタオルが持っています。パイジャマ、パイジャマーと パジャマとバースタオルだけ必要です。どのセットを申し込みますかそれは一番の質問。はい、二番目の質問は、山田さんは借りたもののお金をどうやって払うか。はい、もう一度見てみましょう。山田さんは小さいタオルを持っていますね。男子です。これは上下タイプ。 これはワンピースです。これは女性用ですね。山田さんは男子学生ですから、女性用のパイジャマはいりません。あと、小さいタオルを持っています。バースタオルだけ必要です。A セットはパイジャマ上下タイプです。男子用ですね。B セットはパイジャマ 上下タイプ、ワンピースワンピースタイプから選ぶことができます。これも上下タイプ、ワンピースタイプから選ぶことができます。C セットは小さいタオルとバスタオル。D セットはタオル小さいかバスタオル。A セットではパジャマもあります。 タオチーさイのもあります。バーストールもあります。でも、山田さんはチーサイドロ、モテマます。いらないんです。B セットではタオルがありません。C セットではタオルだけあります。ですから、E セットの方が一番いいです。B セットと D セットが含めてメテから、B セットでは 上下タイプのパジャマが借りることができます。あと D セットでタオル小さいかバーストでも。どちらでも借りることができますね。借りられます。ですから、山田さんは選ぶのは E セットと E セットです。それは B セットプレス D セットです。いいですかはい、答えは上下タイプの パジャマとバースタオルで E セットを借りる。ワンピースじゃなくて。一番は上下タイプのパジャマで A セットを借りる。A セットでは何がありますか ?A セットでは。はい。タオル小さいとバースタオルを借りますね。いらないんです。あと2セットはワンピース。ワンピースは女性用です。あと4番もワンピース。ですから3番。 上下タイプのパジャマとバスタワルでいいセットを借りる。あと料金のことはここで見てください。毎月月末 31, 31日に計算します。で、calculate the bill on 30th and 31st。 次の月の10日頃に料金を書いた紙を読み込みます。Next month, 10th, they make the bill settlement and send it through post office. チカクのコンビニで払ってください。ですから、答えは、9月32日にコンビニで全部払う。 10月に料金を計算した紙が届いたらコンビニで払う退。退院した日に病院で計算してもらってレンタル受付で払う。レンタル受付で申し込んだ時に2週間、2週間分払う。はい、入院したのは9月10日ですね。 ですから、9月30日にはコンビニで全部払うのはできない。31日で計算して郵便で送ります,送りますから、答えは10月表記の計算した紙が届いたらコンビニで払う。はい、わかりましたかはい、それで N3、JLPTN3 の文法読解の 試験が終わりました。はい、皆さん頑張ってください。ありがとうございました。